J. ボスロイドは、イングランドイズリントン出身の、元東国代表サッカー選手。北海道コンサドーレ札幌所属。ポジションはフォワード。タイリーグや、J リーグでの登録メンバー表記、及びユニフォーム名は J。アーセナルの下部組織出身。イングランド U-16.18、19.21、代表歴がある。アーセナルユース時代に FA ユースカップで活躍し、 将来が期待されるもアーセナル U-19 の時に途中交代に苛立ちユニフォームを指揮官の前で投げ捨てたことが原因でトップチームに昇格せずに100万ポンドという安価で売却された。マーティン・キーオンはアーセナルの若手として必要なものを全て持っていたが態度が歩く自信過剰な面があったことがトップ昇格へ繋がらなかったと語っている。2000年にコベントリーシティ FC で プロ生活をスタート。クラブの財政悪化もあり、チームが多くの主力選手を売却したことで、21歳ながらにレギュラーとして活躍。2003年にはイタリアの AC ペルージャに加入し、初の海外移籍を果たした。その後、イングランドに戻るもチームを転々と移籍し、苦しいシーズンが続いた。2010年、イングランド2部のカーディフシティ FC での活躍が、 認められ、フル代表に選ばれ、11月17日の新前試合フランス戦でデビュー。FA カップでのアーセナル戦の試合後に、アーセナル監督のアーセン・ベンゲルからよくここまでやってきた。これからも進み続けると声をかけられたという。2011年にイングランド一部のクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC へ移籍。2014年、海外でプレーしたいという気持ちがあり、 当時中国のチームに所属していたニコラアネルカのアドバイスでアジアを進められ、タイのムアントン・ユナイテッド FC へ移籍した。2015年、J リーグのジュビロイは絶え完全移籍。イングランド代表での出場経験のある選手の J リーグ加入は1993年から1994年に名古屋グランパスエイトに在籍したゲイリー・リネカー以来二人目となる。 登録名は J3 月8日に行われた開幕戦のギラバンツ北九州戦で J リーグ初ゴールを含む2得点を挙げチームの勝利に貢献した8月8日に行われた京都さんが FC 戦で来日初ハットトリックを達成した8月はハットトリックした試合を含め6得点を記録し8月の J に最優秀選手に選ばれた 怪我もあり欠場する試合も多かったが、怪我でリハビリ中も決起集会を提案するなど、試合以外でもチームに貢献。10月25日に行われた第38節、ロアッソ熊本戦で得点を挙げ、自身初の1シーズン20得点を記録した。2015年シーズンは32試合で20得点を挙げて、J2 得点王にも輝き、 ジュビロの3年ぶりの J1 復帰へ大きく貢献した。2016年シーズン、開幕戦は怪我で欠場したが3月6日に行われた、浦和レッズ戦で69分に途中出場で、J1 デビューし、82分に J1 初ゴールを決めて、チームは J1 復帰後初白帽子を挙げた。リーグ戦でチーム最多の14得点を挙げたが、 チームの強化方針との方向性の違いなどもあり、2016年シーズン限りで岩田の対談が発表された。岩田対談後は無所属となったが怪我のリハビリに励み、2017年7月1日に北海道コンサドーレ札幌に加入。7月29日に行われた浦和レッズ戦で後半途中から出場し、得点も挙げた。J にとっては岩田時代に続く。 チームデビュー戦での得点となった。10月に行われた全3試合で4得点1、アシストと残留を目指すチームの勝利に大きく貢献し、10月の J1 リーグ月間 MVP に選出された。また、第34節サガンとス戦の美しいダイレクトボレーシュートが11月、12月の月間ベストゴールに選出された。 最終的にリーグ戦14試合の出場で10得点90分あたりの得点率0.931決定率33%以上という驚異的な働きでチームの J1 残留に大きく貢献した2018年シーズンは前半戦の怪我による離脱はあったもののチームの主力として活躍した新たに就任したミハイロ・ペトロビッチのサッカースタイルにより アシスト役に回ることも多くなったが、アシストも大事と話し、リーグ戦24試合9得点5アシストと、前年より得点は減ってしまったが、持ち前の技術と体の強さを生かした、ポストプレーやボールキープなどでリーグ4位というチームの躍進に貢献した。2019年シーズンも、怪我の影響でリーグ戦23試合の出場となったが、8月17日の、 清水エスパルス戦で J1 では初となるハットトリックを達成、前年と同じく9ゴールを挙げた。ルバンカップでは7試合に出場し、準優勝に終わったもののクラブ史上初の決勝戦進出に貢献した。また J1 リーグ空中戦勝率71.7%はこのシーズン1位を記録した。二千二十年シーズン第十八節のホーム清水戦で、 J1 リーグ通算2万3000ゴール目を記録した。ありがとうございます。